となると幸せになります。忠実に従い感謝を持ってあなたの道を全うしてきなさい。あなたは私の計画を表し、その栄光を豊かに表していくだろう。雨でも晴れるや、予言的なメッセージを感じたんです。もちろん晴れた方がいいですよ。この後晴れて虹が出るのを楽しみしてますけど、何を言ったかというと、これから起こるリバイバルは20世紀のリバイバルじゃないんです。週末のリバイバルなんです。白い馬の勝利の時に起こってくるリバイバルで、迫害と殉教の中で起こってくるリバイバルなんです。ああ、晴れたら晴れるや、雨でも晴れるや、嵐が来たって構わない。26世人は肉体的には当然傷んでいた、肉体的には当然苦しかったと思う。だけどルドビゴをはじめとしてみんな喜んで賛美したんですね。どうしてだと思います？イエス・キリストを愛していたんです。最初にここに来た時はですね、でも非常に強い臨在を感じてですね、ここにポイントがあるということをですね、主が語られたので、そして海外宣教のことが示されていたんですね。あなた方は世界に行く。ところがですね、何年経ってもそんなことを起こりはしないと。ある時ですね、予言があったんですね。これから海外の宣教の道を開く。またその準備のためにあなた方は5つのチームをこの西坂に送り、そして26世人を通して主が語られることをしっかりと受け、そしてスタートしなさいと、こう言われたんですね。それで、まあ、半信半疑ながら行ったんですね。そしてね、そこから開かれてきました。マーリン・キャドラーズ氏が全てのことを感謝しなさいということを語っておられ、悪いこと、問題、困難においてもですね、その後ろに神の素晴らしい計画と御業が表されるということを、日本のリバイバルに関してですね、
マーリンさんを通して表された主の教えというのはですね、これは強力なものである。また実際これはですね、日本のいろんな問題を解決し、また変える大きなポイントになるということですね、感じたんですね。Welcome Holy Spirit。 私のここに立たせていただいたことの理由の一つは、違いがあっても仲良くできるということがものすごく重要なことでありまして、カトリック教会でも、東京渋谷の初台というところにも大きな大きな大きな礼拝堂があるんですが、私は長い間カトリック教会をさばいておりました。そのカトリックの神父様の前で、まあひざまずいてお詫びをしました。マタイの第16章の24、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。皆さん、26聖人の中で誰が泣いているか、誰が苦しんでいるか、歩いてきただけでも大変なのに、そうじゃない、もうみんな天国を目の前にして賛美歌を歌ってニコ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 で、もう考えられないほど喜びの中で聖霊の喜びを持って天国に行こうとしている、こういう人たちであります。 I am so happy。 私とっても幸せです。In Christ、 キリストにあって。実を申し上げますと、私の母親は長崎出身であります。クリスチャンとして長崎どっかの道路辻で路傍伝道の中に入って賛美していたら、お父さんがものすごく、私にとっておじい様がものすごく怒って、野草をやめないんだから、お前はもう感動だとね、もう二度とうちの式をまたぐなと言って追い出されたね。だからやめればね、豊かな生活できるんだけど、母は教会に逃げました。稼いできた十分の八はね、全部牧師に渡して、一緒にその教会の中に寝泊まりして生活して、献身の生涯人生を送ったんだ。私たちはお葬式で母が亡くなったからって泣くかっていうと泣かないんだ。私たちは母から訓練を受けて、あなた方は今晩もしイエス様がいらしたら天国に行ける？準備してやる？もし悪いことしたら、罪を犯してたら、今日悔い改めて今日許してもらいなさい。これ毎日言われてたのよ。13歳の時に私は本当に自分の汚い心を知りました。神様の前にお詫びして悔い改めてイエス様を信じて救われました。今日初めて来られた人に申し上げますが、簡単です。難しくありません。イエス・キリストが全部準備してくださっていますから、イエス・キリストを信じます。心の中心王座に迎えます。私の罪を許してください。それだけで救われます。愛する皆さん、知ってください。ここにいらっしゃるのは何ですか？これ見せ物ですか？この人たちはその苦しみの中でイエス・キリストを捨てないで、どんな厳しい鞭打ち、悪口言われても、お前たちはバカだ、今嘘ついてキリスト教やめようと、キリシタンやめれば救われるのに、この人たちは正直にイエス・キリストを信じてここまでたどり着いて、ここで殺されたわけであります。モノミュさんと言いましょうか、見物しておしまいにしないで、この人たちを信ずるんではありません。この方々の裏についているイエス・キリスト救い主を信じて、人生素晴らしいことを歩み続けていただきたいと、そのように願ってやりません。